海、川、水辺に住む動物の漢字の読み方を当てていただきます。4択問題です。同じ動物を意味する漢字もお知らせします。それではスタート。第1問、アザラシ、トド、アシカ、オットセイのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はアシカです。緑色の漢字もアシカと読みます。第2問、ウミウシ、ナマコ、ヒトデ、アメフラシのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はアメフラシです。緑色の漢字もアメフラシと読みます。第3問、イソギンチャク、クラゲ、サンゴ、ヒドラのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はイソギンチャクです。緑色の漢字もイソギンチャクと読みます。第4問、ナマコ、ウニ、ヒトデ、ウミユリのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はウニです。緑色の漢字もウニと読みます。第5問、サンゴ、ヒドラ、クラゲ、ウミトサカのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はクラゲです。緑色の漢字もクラゲと読みます。第6問、アワビ、ツガイ、ツブガイ、サザエのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はサザエです。緑色の漢字もサザエと読みます。第7問、オキアミ、フジツボ、シャコ、フナムシのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はシャコです。緑色の漢字もシャコと読みます。第8問、タコ、イカ、オウムガイ、アンモナイトのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はタコです。緑色の漢字もタコと読みます。第9問、ナマコ、ヒドラ、サンゴ、ヒトデのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はヒトデです。緑色の漢字もヒトデと読みます。第10問、
ホラガイ、ビワガイ、アワビ、カワニナのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はホラガイです。緑色の漢字もホラガイと読みます。第11問。フナムシ、ワムシ、ミドリムシ、ミジンコのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はミジンコです。緑色の漢字もミジンコと読みます。第12問。カワウソ、ラッコ、ビーバー、アザラシのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はラッコです。緑色の漢字もラッコと読みます。第13問。カサゴ、メバル、アイナメ、ハゼのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はアイナメです。緑色の漢字もアイナメと読みます。第14問。シャチ、イルカ、トラフグ、ハリセンボンのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はハリセンボンです。緑色の漢字もハリセンボンと読みます。第15問。ナマズ、ドジョウ、フナ、タナゴのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了。正解はドジョウです。緑色の漢字もドジョウと読みます。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。